ちょい寒。こんばんは。今日は美少女に見える。今日は今日はいつもいつもは美少女じゃないです。今日も美少女じゃないです。ただの少女、少女 K、少女 K、 イニシャル KK。 こんばんは。調子はどうですか皆さん。今日は誕生日なので、あ、お誕生日おめでとうございます。ようさんお誕生日おめでとうございます。風邪ひきました。でもなんか風邪ひきそう。ほんまに半袖でおったら寒い。ちょっとちょい寒ですよ。寒い。皆さんもありがとうございます。そう、ファンの方も優しい。もうすぐ呼ぶ人の誕生日、あさって焼き芋。ねえよ、私なんか例えば冬のこたつの中で入ってアイス食べるとか、なんかいや寒いやん。じゃあその寒いのを防ぐためにそのあったかくしてんやろ。なのにまた体冷やすんみたいな、そういう系の行動好きですよ。でもね、でもそう言われたら、暑いのにお湯を、なんかなんていうの、真夏になんかホットコカを飲む気にはならんわ。なんか矛盾したわ。クーラーかけながら鍋食べるって、あ、いい、よき、そう、よきよきよき。だってそう、カレーも好きよ。だって真夏のめっちゃ暑い時にバーベキュー、いや暑いやんみたいな、でもいいやんって。久しぶりに来た。久しぶりに見に来てくれてありがとう。バーベキューとかでもしたことない。したことあるけどない。あるあるんかい。あるある、したことある。今日はリモートがあったので装飾を外しました。とりあえず装飾このままにして、トトロ
黒いからか細いね実証黒着とこうかな。今日はテナっぽい。おお覚えてる。あそこ見える。なんかめっちゃ腕がなんかこっちの腕がなんか筋肉痛なんですよね。なんで？メイク自分でやったやん。一人聞きじゃない。ティフ？なんでじゃろ。ね、殴ってないけ。ああ左腕を下にして寝た。サウスポーじゃないよ。でもサウスポーっていう響きめっちゃかっこいいと思ってサウスポーになりたい時期あった。痛い。なんかここがなんかここで練習したい。線形線形よいしょ。母さんとねアーシャンが歯磨きプレゼントしてくれたんだ。歯磨きプレゼントしてくれた。歯磨きをプレゼントってだからいつも持ち歩くようにするわ。なんか母さんとかばあちゃんとかに誕生日プレゼントとかって何を渡すんですか？何を渡え、ばあちゃんの誕生日プレゼント何渡したら喜ぶと思う？ばあちゃん。こんな声が。自分は酒、お花、ジャム、現金、おせんべい、お茶菓子、片手先券、大福、日本酒、温泉旅行。え、ばあちゃんが何が好きか？え、何が好きだろう？箸いいね。手料理。羊羹、バッグ。なんか作ってみたよ。しっかり考えよう。一日何でも言うこと聞きますよけん。一日何でも言うこと聞くけん。
シワ伸ばしの機械リアリーに嬉しいな。高級なお茶とかコーヒー、確かにコーヒーとかばあちゃん結構好き。でも何のコーヒーが好きとかわからない。種類とコーヒー確かに分かれちゃう。牡蠣みんなは何、じゃあ今みんなが欲しいものとかありますか。みんなが欲しいもの、温泉旅行連れて行く、それは嬉しいな。こんばんは。お金、愛、ココア、嫁か、靴下いいよ。新しいノートパソコン、才能、ウインク、ココアちゃんのウインク、今欲しいものですか。会ってみたい、青、会ってみましょう。会いたいですね。ココアがメディア選抜に入る。嬉しい。なんか最初はみんななんか現金とかなんか時間とかお金とか、あ、ちょっと2回お金って言っちゃったけど、なんかだんだんなんか私のことに私系のことになってくる。こんばんは。てて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 、145日、こうギリギリ間に合った。キュン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 出して、キュン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 出して、キュン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 、
カイコカーの髪型、どの髪が一番好きですか？つむじ。耳出しを使った。今はどんな感じ？ツインテール。ツインテールすると短く見えるよね、特に。くない？短く見えるくない？ポニーテール。一回やったことあるよ、徳島でね。ハーフツインはめっちゃライブの、マイカーのライブほんまにめっちゃきついんですよ。結構あの、なんていうの、こうね、初っ端からめっちゃぶっ飛ばしてきついんですけど、髪の毛がこう、髪の毛をもうこう上げて、しっかり上げて結んでると、なんかもう「しゃやってやるぞ！」って なる。今のままでいて、今のままでいるね。公園は気が抜けない。そう、まあ今はコールとかもね、早く、なんかマイカーのセットリストはすごいあの盛り上がる感じの曲、コールできない、コールしてほしい系のなんかライブなんだけど、ライブ完璧ライブで会える、完璧ライブでフルセットリストやりたい。なんかセットリスト全部結構なんか次の岸壁ライブがなんかどんな感じになるか分からんけど、初めての岸壁ライブの時は毎回の公演の曲から何曲か選んで世界やりましょうみたいな、ボックスも忘れかけて、あ違う、ミックスも忘れかけててやばい、あーよっしゃ行くぞータイガードラヒタイガー、ファイヤー、サイバー、ダイバー、ファイバー、バイバー、ジャージャードトラ、ヒ、チゾ、セイ、アマ、キナカセトビ、ジョー、キョウ、チャラ、アペ、出てこん、出てこん、ハイボーワイパー、
当たらなかったらお話し会で慰めてな。任せろ、慰めろよ。お話し会マジで楽しいよ、マジで。お、え、なんか、え、まフォースのなんか振り替えがなんか今日までとかじゃなかった、あれ。時間が経って、確かに。いや、まだ当たって、待ち、あれじゃん、まだ数えてるかどうか分からん。お前が朝までか。お前が。うん。お話し会でも満足させてあげれるようにみんなをね。まあでも、お前聞こうね、お話し会。してるってね。お願いです、笑って画面だ。いやマジでなんかお話し会テンション上がりすぎて、いやほんまにみんなの顔が見えてほんまに嬉しいんよ。嬉しくて、なんかイヤホンでつながってるんだけど、あの私激しくて画面が倒れたりして、そうなんですよ。画面を起こした声にはもうなんかいないみたいな、声聞こえてるんですよ、しっかりって笑ってる。そう、うん、赤赤。こんばんは。次の話書いてたっけ。でもお話し会はあのんノンワイヤレスよりつながってるやワイヤレスの方がいい。んなんて言った、なんて言うんだっけ。あ、次10日楽しみ。10なんだっけ、線がつながってないやつあるじゃないですか、遠隔でできるやつ。遠隔でできるあのやつよりしっかり線が線でつなげる、あ、これがいい、こういう系がいい、あのこういう系の方が絶対いいです。あ、でもできた方はね、いいんだけど、ほんまに音声トラブルがもったいないけな。エアポッチダメじゃないけど、確実になんか、うん、分からん、うん、画面画像だけ届いて音声が聞こえないみたいな感じのトラブルはなんか有線の方が少ない、無線だとなんか結構そういうことがあったりする。無念。線長めの有線イヤホンマイク、あ、違い、
緊張は、緊張でもないし、オンラインはね、やっと慣れてきた。最初緊張しすぎてもどうしようかと思ったもん。うーんって感じだった。初めての握手会思い出すよ。またなんかパパラッチされてね、いやだ。あれはね、席の問題じゃっけ。席運が悪かったら。おきちゃんとほのたんにリークされるわ。ココアちゃんってもしかしてもしかココアちゃんってもしかって大きいと、あ、手はちっちゃいって言われる。握手して、比べられるものがね。無比やっぱりなんか筋肉痛なんだ、ここら辺が。みちより全然ちっちゃい手。猫と犬どっちがいい？小さい頃は犬が良かった。今も犬がいいけど、でも猫もいいなって思うこともある。犬はでもほんまに、なんか私のね、憧れはなんかもう自分が体重かけてもなんかあれなんていうん、大丈夫な犬がいい、うん、めっちゃ大きい犬いるじゃないですか、よくアメリカのね。か猫がいい。セントバーナード、そう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 、うんとかがいい。てか乗ろうと思ってないけ、いや乗れてるの、乗れん乗れんけど、乗ると思ってないけど、なんかこうね、こう体重をなんかこうかけても大丈夫。
でもなんかそう簡単にねペットとかペットとか飼うのって結構なんか簡単に飼えないじゃないですか。確かに子供、いや普通ちっちゃい私とかの子供はさ、なんか子供ってかなんか飼いたい飼いたい飼いたいもうお願いマジで飼いたいとか思うけど、なんかっていう感じのイメージかもわからんけど、私はなんかペット責任とかのこといろいろ考える。私みたいな高校生がなんか飼いたいとか言って一から全部面倒見れるとか、なんかそういろんなこと考えて、あ、かわいい。ペットはね、痛いよ、いてほしいし好きだ、動物好きだけ。なんか今一番欲しいものは私なんかコスプレの服、なんかコスプレとかみんなしてほしいと思うじゃん、まあ、いろんな私を見たいと思うんですけど、何のとかねけど、なんか自分では選べんのよ。なんでも系でコスプレハマった時代になんか、なんかあでもなんかコスプレしようと思った時にできるあんまりないコスプレ。コスプレしてほしい、コスプレ。そう、そうそう、女子高生のなんか制服のコスプレとかしたいなと思っても、したいな、しようかなとか思うけど、なんかしようと、うん、持ってないよってのコスプレする。コスプレじゃないけど、ナオプレ。セーラー服とブレザーどっちが好き？どっちが似合うと思う？私セーラー服とブレザーどっちが似合うと思いますか？セーラーブレザーブレザーセーラーセーラー、セーラーブレザー学ランセーラー、ブレザー、さっきまでセーラー多かったのにブレザー、めっちゃブレザー多い、ほんまに？セーラーで地雷系やりたい。セーラーは正義？一
してみたいな。幼稚園児がめっちゃ寝てて、それはちょっと話が違うじゃないですか。皆さんの学校の制服はブレザーでしたか？え、何があるの？何があるの？え、何があるの？服って学校の制服ブレザー、学ランブレザー、え、みんなブレザーじゃん。え、みんなブレザー？学ラン、え、学ランいいじゃないですか。ザ学ラン、ザ高校生男子って感じじゃない？学ランだったら。あ、男子はセーラー着もんね、確かに。爪襟ってどんなやつ？学ランの、わかった、この首を覆う壁みたいなやつ。合ってる？合ってた。つねりの制服を着ていた一つ前の、通学の電車のドア近く、同じ時間、よく会うあなた、つねりの学生服を着た、着て一つ前の、駅で降りてく人、私その片隅、いつも手にすらけと脇に抱えてる、焼けた顔はきっと太陽の贈り物ね。キャッ、フレフレフレ、ねえ頑張って、初めての恋、フレフレフレ、胸の奥で叫ぶ。最近やったんよ、読みここで。トゥトゥトゥルルルトゥルルトゥ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 
テレテレテレテテレレレレテテレレレテテテレレレテテレテテレテテテ彼のことならどんなことだって私が一番知ってるわ。知らせた配信が大好きでジェットコースター嫌いだけど彼のだけど私が誰より彼のこと理解してるの。アイナミレイトムとケンジのワンデー熱いお風呂が苦手よ。目玉焼きにはケチャップ目玉焼きにケチャップ、とんかつにはお醤油お醤油、ひげは電気シェーバー、ブリーフよりトランクス愛よ、たたたたここではっきり選んでもらおう。二人のうちどちらかをそうよ彼の本命といえば私か私か、ココアかココアか、ココアか、レモンと醤油えガチレス戦で起きるんだけど、私ちょっとみんなのコメントもらえんけど、いやマジガチレスせんないって、いやなんかあってすごい、なんかみんなあとコメント欄ちょっと流しにしてたけど、みんな面白いんだけど、ね、歌詞だけでもとりあえずと目玉焼きにケチャップっていう時は塩とか醤油とかいやレモンとかいいっけね、大喜利始まった時はいつの間にか、いやほんまに課金け、いや課金るけおいね、そうよ。目玉焼きにはケチャップ、とんかつにはお醤油、ひげは電気シェーバー派、ブリーフよりトランクス愛よ、いや神セリ、神セリってかいけ、いや僕さなんかいけ、目玉焼きにはシンプルに塩がいいかと、いやいけんそういうのいけん、ケチャップでいけん、もうほんに面白いっけ、いやあんな最高ない、片足しかココア、ここではっきり選んでもらおう、二人のうちどちらかを、そうよ彼の本命といえば私か私か、待って、良き時間ですか、美味しいよね、良きじゃないですか、ココアのドレッシングがごまドレッシング好きですよ、片足しかごまドレ、
みんな、もう、10時になるよ。お時間だ。そんなことないよ。いや、そんなことあるき。いや、時間だけは変わらんき。いや、そんなことないよはないき。カキ食べたい。カキ好きなんですよね。ラブカキ。間に合った、間に合った。さあ、ギリギリ。去年ね、ではランキングを読みたいと思います。13位マナさん、12位ガレオンさん、11位あゆさん、10位癒し系さん、9位高田さん、8位カイトさん、7位高梨智之さん、6位寿司は醤油派ですさん、5位キブピー H さん、4位ノットヨットさん、3位ノッシーさん、2位タカヒロさん、1位はヨウさんです。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。はい、ということで今日も一日お疲れ様でした。皆さん今日もしっかり、今日日曜日、月曜日か、なんか月曜日っていう感じがせんわ、すごい。なんか、はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様。明日からね、明日からもいろいろまた頑張りましょう。うん、頑張ろうね。それでは放送終了まで5 4 3 2 1、バイバイ、ありがとうございました。またね。